すいません。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、初コースだな。はい、緊張で吐きそうです。今日はね、少々皆さん、あんまりにもゴルフが上手くならすぎて、最近、これ20回ぐらいですか？もう15、6回ってですけど。だね、本当に、まあ、視聴者の人には、嘘が本当か信じてくれるかどうか、本当80代結構出しとったんですよね、当時。その当時は。当時。で、まあ、結構ずっとゴルフやってなくて、再開したらもう110、120とか叩くから、最近スクールに通いまくっとるんですけど、なかなかうまくならん。で、今回、ちょっと先生に、もうラウンド見てもらおうと思いまして。先生、お疲れ様でした！よろしくお願いします！よろしくお願いします！お願いします。大江グランドゴルフね。そうです。大江グランドゴルフの渡辺先生って言って、俺も29、30から、もう体育会系だから職人さんやってるかもしれないな。酒も好きだし。で、コンペとかやるとまたいろんな人の知り合うじゃん。で、まあ、ゴルフやっといてるって、まあ、こういう言い方する感じで、金持ち多いじゃん。確かに金持ちの遊びっていうかね、暇なやつがやるスポーツだから緊張しますね先生緊張します。面白いこと言った方がいいのかなと。いや、まあ、だんだん頭飛びますんで、もう本当にでもこの間97、もう本当にアベレージゴルファーですね僕は。はい、とんでもないぐらいの視聴者の皆さん練習しようんだけど、これ見てやすごいでしょ、これ豆がすごい、これめちゃくちゃやってるから、これ、まあ、前回だいぶスイング改造して、まあ、今回のこの撮影に向けて猛練習してきたから8時台出ると思って、この間言ったら97で先生だけあれってそうでもまあこれからさ、これ数字が伸びたらこの連続でやろうかなと思って、なんかね、ゴルフやったことない人がなんか興味持つような動画になったらいいなって。うまい人がうまいやつ見るじゃん、俺もよくYouTube の動画見るんだけど、先生にもよく言うんですけど、でだんだんおかしくなって帰ってくるんだ先生のところに。見ていい人と悪い人といる人ね。そういうことですね、向いていないんですね。あとは切れないように。そうですね、視聴者の皆さん切れてるのはもう多分治らないと思います。視聴者よく見てますんで。でも本当にやったことないことがこれからやる子、まあ、ちょこっとだけ打ちっぱなししか行ったことないみたいな職人さんとか、ああいうのが、まあ、ちょっとゴルフやってみようかなとか、まあ練り替え道場でちょっとコンペもやろうかなと思ってますんで、多分 YouTube ってある程度上手いやつが見る動画なんだよね、80代とか。そうですよね、多分。で俺がなんかその初心者の初心者で、もうそもそもの基礎がないのに、そのテクニックばっか見るのおかしくなるから、全然違うことやってると思うけど。いや、いけるか、いける、よっしゃ、じゃあ行きましょう。すごい、ここからなんですね。そうそう、あそこの旗今おるだろう人が、あ、一発であそこまで飛ばすわけじゃないってことね。そうそう、これは緑なんで、一応2回の予定、2回ですね、うん、うまくいけば2回ですか。うまくいけば2回だから緑って4回って感じ、パー4だね、4回で2回であそこまで行って2パットで入れるのがまあ標準パターンですね。はい、おすごい、調子いいですね。外すと思いましたね先生。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、すごい練習の甲斐があるわ。見た、見よ、見た、今のすごい、左の木のちょっと左だな、ね、綺麗にいってた先生だから、めちゃくちゃ綺麗、どこ行った、これフックボールみたいなのかかって左側、あ、本当だ、あった、あ、ちょっとバンカーのちょっと左の方行った、左左、危ない危ない危ないちょっといいんだね。YouTube では僕の方がプロですからね、考えられそうな僕ですからやっぱ今YouTube かかればこっちの勝ちぐらい、勝てるか、まさかもうワンチャン勝てるか、ワンチャン勝てるかもしれない。すごい面白い、面白い、見てるだけで面白くなってきた。先生が今50歳、57歳ですね。だからこういうのってないじゃん、20歳と57歳の一緒に遊べるってさ。いや、そうですね、サッカーとかでもいいじゃん、確かに。そんだな、すごい変わらないですね、あんまり。私は先生もさ、100? 100だな、なんか早速使ってますね、これ早速使ってます、今日のために買いました、買いました。まだけどアマゾンで買ったら結構安かった、ほんと。それでいくらするの、それで6万ぐらいしよう。先生がちょっとびっくりしちゃってた今。面白いの、面白い、やりたい、え、違う、もう見てたい、見学者でいたい、自分はできる気するもん。すごいね、後ろ側見て撮っとけよお前、あのピンに乗るね、はい、これ乗ったらすごいってことだぞ。え、これ2回行ったらすごい上手ってことですよね。2回行ったら相当すごい、
うわ、でもめっちゃ綺麗にいってますね。あ、ちょっと左側の手前、左手前ぐらいですね。でもすごいですね。今日調子お酒ですか？今日調子お酒ですね。やっぱカメラ向いてるわ。やっぱ上機嫌ですわ。上機嫌、やっぱ YouTuber。 これからゴルフ行くとき撮ったらいいんじゃないですか？厚木先生です。やだなもう。バレてない。確かに、確かに。すごいな。先生めちゃくちゃ先生悪いよ。あ、ちょっと左行っちゃってますね。パーで1打追えばボギー、2打追えばダボ、はい、3打追えばトリっていうか、トリプル、トリプル、ダブル。ちょっとあの昨年の商品1回失敗したら俺もう1回取り直してます。先生先生がもうあれですね、逆に営業妨害じゃないかと思って。あんまりうまくないと思って。ちょっとでも力入ってるんだけど。ちょっとカメラがあるから。そうそう、いいとこ見せたい。ここにありますか、小林さんのボール。だんだん手前から手前からこうやって打ってくるんだ。だってこれは次俺じゃ。はいはい。基本的にはな。お、やばい。やばいの？いや、まあまあ悪くはない。悪くないでしょ、絶対。もうちょっとのワンチャン。あ、もうちょっと距離あるんだ。じゃあ先生来るか。え、すっご。おお、入るじゃない？え、すごい。え、待ってください、すごい。え、天才でしかない。え、わあ、すごいな、やっぱ。やっぱ先生ですね。すごいな。すいません、お先です。あ、こいつ、こうなったら先生からになるんですか？まあ、本当は後ろだけど、まあ、お先です。まあ、近すぎる。すごい。でもこれ入れやどうとかな、先生。あ、そうだね。真剣だな。でこういうパッとはさ、距離感がマジで集中。これがまた面白い。いいんじゃない？おーい。すごい。やっぱユーチューバーだわ。すごい。入ったよ。ナイスパー。ナイスパー。え、これ同点？同点。すごい。なるぞ、ワンちゃん。ありがとうございます。いやでも先生のあの3球目がすごすぎて、もう驚きでしか。え、俺がこの YouTube 主人公。いやでも俺もすごかったですね今。これが難しいとか言って普通に入れてた。でも面白いだろ。え、おもろい。やりたくなるだろ。やりたくなるけどあんなうまくいかんのが現実。やってやって自分うまくいかんくてやっぱ面白くなってなっちゃう。こうなったらまた最初からですか？また最初から？へー、お、猿が出てきた。猿が、お、本当だ、本当だ。猿が、え、猿が、すごい。こんなとこに猿いる。おーい、すごいだろ。え、これあれ誰かが持ってきたの？普通にかわいい。はい、ヤホルメ、ヤホルメ頑張ります。めちゃくちゃ上機嫌ですもんね、さっきの練習と比べて。そういうことですね。ハドガーでわーわー。ほんとさっきすごかったですね。うわ、めちゃくちゃ綺麗。え、本当にそっちの方行ったじゃん。お、すごい。すごい。本当に悪かった。今日調子絶好調。そうそう、まあ今日練習だいぶしたで。絶好調。でもすごいな。先生行きます。よいしょ。すごい。あそこな、右の。右の。三本の方に止めた。おー、すごい。右の3本の木の方がいいぞ。先生ちょっと YouTube で力んじゃったけど。力んじゃった。楽しいことじゃない。これも分かったのかな。飛び出すのある。え、猿。ほんとだ、いっぱいいる。4匹ぐらい。あれ、触れるっすか？触れない。触ったら、あ、触る。あ、そっか。近寄ったら、ほんと危ないよね。目も合わせない。そうなんですか。俺一回わーってふざけてやったらもう猿ビンって10匹ぐらい出てきて、見たい。でもう弾置いてた。逃げた、逃げた。でかい、でかいかな。ちょっと越しちゃったかもしれないですね。すごい。え、めっちゃ戻ってきた。
すごい。お。うわ、惜しいです。やばい、これやばい、取りたい。そうですね、ちょい曲がる、少ない、はい、右いっぱいぐらいで、右内側外さず上り、これグリーンを見て右曲がるか左曲がるか見なかった。すごいですね。その上りとか下りで距離感と、やばい、いや、もう打ち出しが悪かった。ボギーで、これでもう1オーバーだろうな。うん、で、これも先生も外した1オーバーで同点になれる。また外した方がいいのかな。ナイスー、すごい。これ先生大丈夫、1打差ついたこれも1打ですもんね、このパターン。でこういうのがやっぱそのプロよ、うん、外に落ちたわけじゃん、うん、俺の方がチャンスボールだったわけさ。確かに。なのに。そうそう、スリーパンチやってたので、スリーパットね。左のあそこに行こうみたいな。コースがちょっとこう曲がってるので。そういうことですね。6枚。映るかな、ちょっと中覗いて。映ってるのかな。映ってる、映ってる。映ってる。映ってる。あ、全部見えるな。ここの会場が、会場とか。会場。なんていうの、コース。どこまで何や、バンカーまで、右のバンカーまで何やるの。でコースって見えんじゃん、奥、これここから見たら確かに全然見えないですよ、多分カメラ目線の下もう下っとるもんね、見えんじゃん、うん、そうすると向こう何があるか分かんないじゃん。でもそれ使ったらいいけど、大地さんおらんかったらもうどこ打っちゃいか分からんじゃん。確かに。右行っちゃいましたね。右のバンカーに入ったね。先生が調子はさる悪げなんですけど、 YouTube のせいで。あそこのバンカーは偉いよ、やっぱ練習しないといかんな。こっから見たらもうすごい坂じゃん、だからもう狙えんのかな、多分あれ見な目で本当は乗せないから、緑だから。でも、お、右左の方行ったね。今ね、こう突っ込んだっすか、体が突っ込んだっすか、振り遅れみたいな、やっぱこう流れちょっと、ね、ってったっすよね。これ視聴者ね、俺の癖がこういう風なんだわ。ほんとはここでシュッて回らなかったけど、あ、突き出しちゃうみたいな。そうそうそう、そこを今すごい直してもらっとるの。先生のどこ行っちゃいましたか。あったですね。今のは何ですか。ちょっと今の止めてもらっていいですか。もう見えへんじゃん、ここは全然見えん、赤い旗見えない。ちょっと見えるか見えんかぐらいじゃん、うん、木の隙間でみたいな。そうそうそう、だからもうあそこからだったらもう、しかも3台目じゃん、どう戦略するかだよな。先生、一個手前に置いていくのか、やばい。ここは俺の勝ちか。本当。いいとこ、いいとこ。おお、すごい。すごい。やっぱすごい。バンカーの手前置くんかなと思ったら、木かわしたらいいなとね。動かす量が決まってるの。ワンクラブですか。まず自分が打てるところへ。はい。まあ、この辺ですね。そうだね。そこに一回マークをして。で、ここにこうやって落とすんですね。あの、膝の高さから。膝の高さ。はい。足が短いで得したわ。こういう時には得でした。すごいです。バンカーか。バンカー入っちゃった。バンカーだね。入っちゃった。入っちゃいました。次金だな。いいとこ見せすぎた。どうですか。いやー、まあ今ここからだな。ちょっと今になるじゃん。次俺3でしょ。次俺は3です。俺3なんで、ただバンカーに入っとるもんで、うん、悪い方向じゃなかったかい。トップって言って球よりちょっと上叩いたもんね、うん、引き受けで出たもんね。なるほど。
難しいんだ。もう右だとでも OB じゃん。すごい勝手に動いてる。あれもえ、すごい。まあミスはないですけど、ね、あれちょっと強いね。カップ2個ぐらいでした。この辺。そんなに？嘘でしょ。それ信じれない。僕はね、キャディさんに聞いても自分を信じて打ってる。聞くな。聞いちゃかんよね。聞くな。やっぱり言っとくとおりだ。あー強いし、やばい。やっぱりキャディさんの言うことは信じないから、自分の言うことだけ信じちゃうから。ちなみにこの辺狙っとったのは、はい、キャディさんがこの辺って言ったじゃん、ラインが。で、ほんとちょうどその分寄っとったら結構この辺まで来とるな。すごい、ありがとうございます。超綺麗に。これはまっすぐ、キャディさん。まだ右カップ狙ったって言ってくださいね。中でいい？中でいい、中上り。あとやばい、またピンチ。はい、やば。左でーす。くそ。はい、これで3ホール終わった？はい、終わりました。だけど3オーバーなんでいいよな、ボギーペースだから90ペースなわけよ。うん、じゃあ、はい、じゃあちょっととりあえずこれ2本にするか。これで1本終わらせて、お前1ホール練習するか。いや、まあ、ちょっと今次はちょっとミオの練習ホールで1ホールやってみる。できるかな。1ホールやってみる。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまだね。